将棋騎士、ハブヨシハルと渡辺明騎士は、将棋用語としては俗に、将棋雑誌、プロ騎士ともいい、本将棋を職業とする人のこと。現代では、日本将棋連盟に所属し、棋戦に参加する者を指す。女性限定の制度による、女流騎士やアマチュアへの普及、指導を担当する指導騎士は、騎士ではない。また、日本将棋連盟は、 各種アマチュア大会に出場するアマチュアのことをアマチュア騎士ではなく選手と呼んでいる。なお、囲碁の専業プロも騎士と称しているため区別のために将棋騎士と表現する場合もある。江戸時代以前から素人苦労とを問わず一般に将棋を指す者のことを将棋差しといった。その後、大橋や大橋文家、伊藤家の家元三屋が将棋師中として 江戸幕府から淵を与えられるようになり、将棋で収入を得るプロが確立された。これら家元三屋に所属する者を、将棋士と呼んだ。家元とは、独立して、在野で賭け将棋をして、収入を得ていた者も,もいたが、これらは、ただの将棋座手として、将棋士とは区別された。江戸幕府の崩壊により、将棋士は後ろ盾を失い、将棋士の系譜に属する者たちは、 在会の支援者の援助を得たり、他の制御と並行して将棋を指したり、あるいは掛け将棋で成形を立てる新剣士となるなどして活動を続けた。この時代にはこれらの実力者たちを企画などと呼んだ。明治の中頃から新聞に将棋が掲載されるようになり、新聞社との契約で成形を立てる者が現れた。彼らは将棋団体や将棋専門誌を作り、 離合集散を繰り返した。1924年9月8日、ついに東京の将棋3団体が関根金次郎の下で合併し、東京将棋連盟を結成した。1927年には関西の将棋団体も合流して日本将棋連盟となり、1936年に将棋体制会と会称、百四十七年に現在の日本将棋連盟になる。 統一的な将棋連盟が結成されることによって、なおかつ新聞市場に実戦対局寄付を掲載することによって、対局料や賞金による安定的な収入が得られるようになった。将棋連盟結成と新聞期戦賞金の収入によって、専業プロの制度が確立するとともに企画に変わって、専門棋士という故障が広まった。当時は専門棋士の社会的地位は低く、 特に田舎などでは、博打打ちのように見なされていた。大山康春によれば、彼が少年の頃には、専業プロをすでに専門騎士と呼んでいたようであるから、大正頃に専門騎士という呼び方ができたと考えられる。実際にプロが騎士と自称するのが一般的になるのは、大戦や戦後のプロからと思われる。現在では、 日本将棋連盟の騎士がプロの正式名称である。昭和9年に大阪で増田光造が初段になった頃までは初段からが専門騎士だった。その頃、それと並行して奨励会ができた大阪は昭和10年ことをきっかけに4段からプロ騎士という制度が確立していった。日本将棋連盟では騎士に対して騎士番号を付与している。 騎士番号制度が始まったのは1977年4月1日であり、同日の時点での現役騎士と引退騎士に対し、騎士となった日が早い順番に、一番の金安次郎を筆頭として投資番号としての騎士番号を付与した。この時、1977年3月までに死去、または退会した騎士に対しては、騎士番号を付与しなかった。以後、毎年新たにとなったに、 順次、騎士番号を付与している。なお、騎士番号制度導入後に、日本将棋連盟を大会、廃業した騎士の騎士番号は、欠番として扱っているが、2020年4月1日現在、欠番となっているのは、大会した長崎吉成に付与されていた139番のみ。騎士は、一般的に、指名単位の形式で呼ばれる。ただし、タイトル保持者は、 指名タイトル名とタイトル名を称号として用いる。複数タイトル保持者の場合は、別格タイトルである獣王と名人が優先され、その他のタイトルを複数保持するものについてはその数に応じて氏名官となる。このほか特別の称号として、以下の衛星称号、名誉称号等を持つ騎士がいる。太字は、 現在の日本将棋連盟が公認している称号のうち現時点で名乗ることのできるもの。社体は現在の日本将棋連盟が公認している称号のうち引退後に名乗ることのできるもの。竜王または名人。竜王と名人が別人の場合、他に保持しているタイトル数が多い方。保持しているタイトル数が同じ場合は、より上位のタイトルを保持している方。 他にタイトルを保持していない場合、機種番号の小さい方が上位。タイトル保持者、保持タイトル数の多い方。保持しているタイトル数が同じ場合、より上位のタイトルを保持している方が上位。衛生称号資格者、衛生称号資格を先に取得した方が上位。上記以外、後段者が上位。同段位の場合、より早くその段位になった者が上位。 なお、以前は、全竜王、全名人という称号が存在していた。2と3の間の序列であり、全竜王と全名人が別人の場合、竜王、または名人を失ってからの期間が短い方が上位となっていたが、1994年に、米長国を全名人、佐藤康光全竜王が名乗って、以来四半世紀にわたって誰も名乗ることがなく、有名無実化していたため、 日本将棋連盟は2019年度をもって廃止することを発表した。将棋ファンが騎手の名前を言う場合、以下のパターンがある。1、生命呼び捨てに生のみ呼び捨て3、生団位、タイトル4、生命団位、タイトル5、生先生6、タイトルのみ7、あだな一には中立的か、やや存在なニュアンスで、対局を観戦する時や、対局レースに、 誰が勝ち上がるかといった、会話の時に用いられる。3と4は丁寧な言い方でこれもよく用いられる。5は丁寧だが3、4よりは、丁寧さでは劣り、その騎士と直接話したことがあるか、その騎士のかなりのファンであるか、騎士を相当目上視しているかのニュアンスが伴う。6はその時のタイトルホルダーである騎士について、大いと名人が今度当たりますよねのように、 代名詞的に用いるものである。騎士は一部のファンから非公式にあだ名がつけられており、スポーツ選手よろしくあだ名で呼ばれることがある。これは特にネット上で多い。騎士のあだ名は、将棋用語ではないが、ネット上で対局を観戦する人にとっては、将棋界のジャーゴンの一種になっている。騎士と同じく、日本将棋連盟に所属する者として、女流騎士と指導騎士もいる。 女流騎士は日本女子プロ将棋協会に所属する者やプロ将棋の団体に所属せずフリーで女流公式戦に参加している女流騎士もいる。女流騎士は騎士とは異なり女性限定の制度である。彼女らは四段の騎士としてプロ入りしていないため騎士ではない。騎士が全員日本将棋連盟の正会員であるのに対し従来女流騎士は正会員ではなかった。 しかし、2010年11月12日の臨時総会で、女流四段以上、またはタイトル経験者という条件付きで、女流騎士も正会員とすることが決議された。指導騎士はアマチュアへの普及、指導を担当するが、正会員ではない。かつては段位を準騎士団としていたが、現行では指導騎士団となっている。騎士になるための現行の制度について解説する。 新進騎士奨励会に入会してプロを目指すのが通常のコースである。新進騎士奨励会は単に奨励会と呼ばれることが多い。奨励会に入会するには騎士の推薦が必要なほか入会試験に合格しなければいけない。多くの場合、奨励会入会時の段級位は6級である。所定の成績を収めるごとに1級あるいは1段ずつ。 小級昇段していく。三段に上がると、半年に一期行われる三段リーグに入り、所定の成績を収めると、四段に昇段すると同時に、騎士となる。六級でも、都道府県のアマチュアトップクラスか、それに近い気力があると言われる。そのような少年少女のみが入会し、しのぎを削る奨励会であるが、四段になれるのは、 およそ入会者全体の15%ほどである。瀬川昌司のプロ編入をきっかけにアマチュア選手が騎士になる道筋が模索された。2014年4月にプロ編入試験が制度化された。同試験は2019年10月に騎士編入試験と名称が変更された。この制度を利用すればアマチュア選手や女流騎士が奨励会を経ることなく、 騎士ととなるることが可能であるただし、奨励会未経験者の中から受験資格を得た者は未だ現れていない。下記は2021年2月5日現在の規定による受験料は50万円である。アマチュア、または女流騎士であって、騎士の公式戦にアマチュア枠や女流枠から出場し、以下のいずれかの基準を一つ満たすこと。加えて、 4段以上の連盟制会員の推薦を要する。最も良いところから見て10勝以上、かつその間の勝率が6割5分以上の成績を収めること以下の各期戦のいずれか一つにおいて、所定の成績を収めること2014年9月、元奨励会3段の今泉健二が7月に、竜王戦、朝日杯将棋オープン戦、 銀河戦で良いところから見て受賞勝4敗の勝率7割一部4輪で条件を満たし、第1号として受験。12月8日に編入試験3勝を挙げ、通算3勝1敗で合格を果たした。翌2015年4月1日より、騎士となった。ついでに2019年8月に、降りた正午が銀河戦で良いところから見て受賞勝2敗の勝率8割三部3輪で、 受験資格を満たし、受験を表明した。2020年2月25日に編入試験参照を上げ、通算参照いっぱいで合格を果たした。また、2016年6月に稲葉里氏と各広仕様も受験資格を満たしたが、権利を行使しなかった。これまでに編入試験受験資格を得たのは、上記の4名であるが、全員が奨励会大会者であり、 稲葉以外の3名、また特例扱いの瀬川についてはいずれも、奨励会3段大会者である。直接プロになる制度ではないが、奨励会の上位に編入できる制度がある。騎士は、自己の意思で、引退や日本将棋連盟からの大会ができるが、引退後も大会しなければ、依然として、正会員であり、現役騎士との違いは、公式戦を対局する資格を失うのみである。 なお、1977年4月1日の、騎士番号制度の制定以後、騎士が連名を退会した例は、長崎薫なり1名のみである。事故の意思以外での引退の規定は、下記の通りである。1、フリークラス編入者の場合に、フリークラス宣言者の場合、引退の日付は、引退が決まった年度に勝ち残っていた棋戦の最終対局日で、テレビ棋戦の場合は対局の放映日である。 下記を参照。2020年現在、中学生騎士は以下の5人である。藤井聡太加藤ひ文谷川浩治、羽生吉原、渡辺明、上記のうち、谷川と藤井は中学2年であった。藤井は中学在学中に公式戦歴代記録を更新する29連勝を達成。段位も六段まで昇段し、全棋士参加棋戦で優勝を果たした。また、 5人ともタイトル獲得を経験しており、藤井は史上最年少17歳11ヶ月でタイトルを獲得している。上記の5人に続く記録として、16歳での4段、小段騎士を下記に挙げる。データから見ても、早熟な騎士は優秀なものが多い傾向にある。騎士の主な収入源は棋戦に出場することで得られる。対局量並びに賞金であるが、それ以外にも、 将棋教室の経営による収入や、将棋に関する著書から得られる印税、イベント出演、出張指導、詰将棋の作成などに対する謝礼などがある。出張指導、詰将棋の作成については、日本将棋連盟が定めた規定の料金表がある。昭和30年代頃までは、増田幸造、大山安春など多くの騎士が新聞社の食託社員を務め、 新聞の将棋欄で、自ら記事執筆も手掛けることで収入を得ていた。また、兼業が禁止されていないため、プロ騎士としての活動の型ら将棋以外の定職を持つ者もいる。古くは、歌手としてもヒットを飛ばした、内藤邦夫や、ソフトウェア会社を経営していた、武者の勝美、大学教授を務める井田博之などの例があり、 近年でもソフトウェア会社の社員と兼業の星野、吉高、情報工学の研究者と兼業の谷合、広敷などがいる。女流騎士では、医師と兼業の稲川真子のみなどがいる。日本将棋連盟は、プロ養成騎士機関の新進騎士奨励会の再開に、属する6級が、アマチュアの全国大会に、県代表として出場できるアマチュア3から4段と、 同程度の実力という見解を示しており、これが伝統的なプロとアマの気力差の指標となってきた。昭和には花村元司や小池茂明など奨励会を経ずにプロ入りが認められた、また検討されたレベルのアマチュアも稀に出現したが、プロがアマチュアに負けることは大きな屈辱であるとみなされていた。しかし平成に入るとアマチュアのレベルも上がり、 サイ競合が公式棋戦でプロに勝つケースも増え、奨励会で3段まで登ったもののプロ入りが果たせなかった。瀬川翔司はアマチュアとしての活躍により、プロ公式棋戦に参加して優秀な成績を上げ、プロ編入試験受験の資格を得てプロになった。2005年2月28日、アマチュア選手競合の瀬川翔司が日本将棋連盟にプロ編入の単願書を提出した。 瀬川は1996年に奨励会の三段リーグを26歳の年齢制限によって大会したが、その後、アマチュア選手として、プロの公式戦でも活躍し、銀河戦で当時 A 級8段の久保としを破るなど、タイプロ戦で勝率の7割を超える戦績を挙げていた。この単元書に対し、プロの間でも意見が分かれ、 プロにごする実力があるのだから、瀬川のプロ編入を認めるべきだという立場と、三段リーグを勝ち抜けなかったのだから、編入を認めるべきでないという立場に二分されていた。この問題は、将棋界のみならず広く世間の字幕を集めた。過去に、アマチュアのプロ編入は、1944年に、新堅士の花村元次が五段への編入試験を受けて、合格し、 プロ入りした例がある。ただし花村は、奨励会を経験しておらず、奨励会大会社のプロ編入は、前例がなかった。2005年5月26日、岸総会が行われ、特例として、瀬川のフリークラス編入試験を実施することに、決定した。6月16日、試験要項が発表され、6番勝負にて、瀬川3勝で、フリークラス4段を認めることとなった。 瀬川は11月6日の第5局に勝利して3勝目を挙げ、プロ入りが決定して同日付で4段になった。またその後、前述の通りプロ編入制度が制定された。2014年12月8日に今泉健二が3勝したことで、制度制定後初の合格者が誕生した。コンピュータ将棋は2013年以降、プロ騎士相手に9割を超える勝率を誇っている。 橋本隆則は、飯田博之らが開発したタコスと2005年に、渡辺明は、安木国人が開発したボナンザと2007年に、それぞれ対戦し、いずれも接戦ではあったが、プロ騎士側が勝利した。そして2013年には、プロ騎士5人と、第22回世界コンピュータ将棋選手権において、優秀な成績を残した5つのソフトが団体戦を、戦う。 第2回将棋電王戦が開催され、その第2局に登場した佐藤慎一四段がボナンザと対戦し、現役プロ棋士としては初の敗北を喫した。そして最終第5局では永久騎士である三浦博之八段が選手権1位であった GPS 将棋に敗北し話題となった。この第2回将棋電王戦は、プロ棋士側の1勝3敗1分であった。 それ以前の対局では厳密な意味でのプロ騎士ではないものの、抗議の騎士が公式戦でコンピュータ相手に敗れた例は存在する。女流騎士の清水一葉は2010年に、あから2010に敗れている。また、プロ引退後の米永国尾衛星規制も2012年1月に、将棋伝王戦として、ボンクラーズと対戦、中盤のミスでコンピュータに敗れている。ありがとうございます。